はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。はいこちらね、買えるかどうかちょっとドキドキしたんですけどもね、無事に購入することができました。まあ正確には一回買い逃したんですけども、再販があったんで購入することができました。ではねちょっと早速、見ていきたいと思いますが、ちょっとハサミでいきましょう。今回はですね、ケンセイの3000系のプラレールになりますね。でこれね、本当にちょっとやっぱね人気がめちゃくちゃありまして、で3000系って前にね販売された時期がありましてね、まあ時期というか12年ぐらい前に販売されてて、その後ね、まあ、絶版になってたんですけど、今回ねまあ改めてね販売といった形です。で多分パッケージとかは前のやつと違うと思うんですけども、中の車両とかはねどうなってるのかちょっとまあ気になるところですね。ちなみに前のやつ、まあ、古いやつ僕ちょっとね持ってないんで比べることはできませんが、まあ少しだけ知識は入れておきますので、その辺とかもねちょっとね、頭に置いてちょっとね見ていこうかなと思います。ということで、はい今回ねこちらね登場しました。改めましてねプラレールの京成電鉄3000型ですね。はいこちらちょっとね見ていきましょう。そうね、多分もう売ってないのかな、わかんないですけど、一応これ僕ねケンセイのねオンラインサイトでね購入することができました。で、まあ、多分ね車体ね、これマイナスと一緒だと思うんですよね。電池のねところとかもこう蓋のね形式になっているんで、まあ、車種とかも多分同じっぽいんですけど、何分ね前のやつをねちょっとね持ってないんで比べることができなくてね、本当申し訳ないです。でパッケージはね、まあ、今回新しい、ね、デザインに、ね、リニューアルされてますね。でこの右の方に、まあ、実際の車両の写真が載っておりますが、なんかまあこう本当綺麗にねこうまとまったね車両といった感じですかね。いいねいいね。この間東京行ったんでね、千葉方面行ったんでちょっと見てこれよかったなって今ちょっと若干後悔しております。で、今回の京成電鉄3000型のねちょっと説明上に書いてますね。車両自体は2003年に登場したね車両になっておりまして、多分現役だと思うんですけども、まあこんな感じのね車両になっておりますので、気になる方はちょっとね停止ボタンを押して読んでみてください。で本当これねもうすぐに売り切れてしまって、人気のある車両なんで、またちょっとね余裕があればねまた再販してほしいですね。ちなみに千葉県とかその辺 のファミリーマートとかで売ってるみたいな、ね、気になる方はその辺ちょっとね探してみてください。でパッケージねざっと他の面見ておきましょう。はい蓋の部分はねはいこんな感じになっておりまして、でそこはね今回の車両の3両編成、このように写真に載ってます。で上はね先ほど見ましたね車両の説明で、背面はと、はいこんな感じで遊び方、そして注意書きが載ってますね。でちなみに今回は電池は単2電池1本になってますね。車種は乗せ替え OK ではございません。あスピードはちなみに1スピードとなっております。パワーモーターかな、どうでしょうね、その辺とかもまあ気になるところですが、さあそれではねこの感じがどこまで再現されているのか、ではでは見ていきましょう。いやでもこうやってなんていうの、前の昔販売されてたプラレールがパッケージはリニューアルされたとしてもね、多分中身は多分そのままっぽいんでね、こうやって再販されるっていうのはまたこう嬉しいですね。他のちょっとね車両とかもいろいろといろんな鉄道会社さん出してほしいかなとね思っちゃったりもします。さあさあさあそれではね開けて楽しんでいきましょう。ショッカーね、まあ今回も本当にシンプルなね車両になってくるだと思うんですけども、ではではどうですかね。あでもいい顔しますね。で車体のデザインも素晴らしい感じじゃないですか。さあそれではね出してまいりましょう。よいしょ、ではではまずははい後尾車からいきます。よいしょ、お出てこないぞ、なんか引っかかってる、後ろの連結器が連結器がちょっと噛んでましたね。よしさあさあそれではねちょっとね見ていきましょう。まずはねはい後尾車ですね。ざっくりとね全体ははいこんな感じになっておりましてね、まあ先ほど見た写真の通りです。もうほんとねなかなかいい感じのね再現性だと思いますよ。ちょっと行き先の表示はねこちらに京成上野になってますね。さっきの写真はね成田空港になってたんで、まあ個人的な成田空港の方がまあ僕は良かったかなと思うんですけども、まあ多分でも全然これでもいいと思います。ちなみに、ね、行き先表示はこれねシールになってますね。でそれ以外はすべて塗装仕上げかな。ここの車体の番号とかもすべてまあプリントですね。はいこんな感じでプリント塗装でね顔周りは再現されてますね。素晴らしいね。結構フラットなんですけどもね、いい顔つきですね。で側面のデザインですが、はいこんな感じになってます。一番上にねブルーのライン、そして真ん中あたりにはピンクとね
ブルーですね、まあ、こんな感じでね、まあ、横方向にしっかりとまっすぐな、ね、ラインが3本入ってます。で、プラレールの作りで言うと窓はですね、ここの通常の窓は黒の塗装仕上げですが、このドアの窓の部分は穴開きになってますね。で、あとこことここも穴開きとなっております。なので、まあ、反対側もねこんな感じで見えるようになってますね。で、側面の行き先の表示はないですね。で、連結部分は、はい、こうなってて、この部分はね、まあ、シンプルです。で、反対側もですね、まあ、同じ感じなんですが、はい、このようになっておりまして、で、上ですね、屋根の部分ですが、はい、こうなっております。で、底の部分はと、はい、こんな感じです。まあ、ということでね、まずね、はい、こちらね、後尾車でしたが、まあ、本当にね、忠実に、ね、再現されたね、素晴らしいね、車両になってたんじゃないかなと思います。なかなかね、いいですね。走りも非常に楽しいですね。さあさあ、それではね、ちょっとね、どんどん見ていきましょう。続いて、よいしょ、はい、中間車いきます。はい、出てまいりました、中間車。まずね、連結部分前と後ろは、はい、シンプルにこうなってて、で、側面のデザインですが、まあ、ほんとシンメトリーですね。左右対称のデザインになってまして、まあ、非常にね、統一性があって、綺麗なね、デザインじゃないかなと思います。まあ、ほんとね、派手じゃなくて、こうね、スマートな、こう男前な列車ですね。うん、素晴らしい、かっこいいですね。で、反対側もまあね、同じような感じのデザインになっておりまして、こちら側もね、このような作りです。で、屋根の部分ですが、はい、こんな感じですね。前後にパンタグラフがありまして、真ん中には空調ですね。まあ、プラレールらしいね、しっかりとね、下で中間車の作りになっています。で、底の部分は、はい、こんな感じです。まあ、ということでね、はい、こちらね、もう安定感抜群、シンプルイズベスト、素晴らしいね、中間車に仕上がっておりましたね。あ、窓の感じの忘れてましたが、こちらも窓はこちら塗装で、ドアの部分の窓はくり抜きに出ます。いや、でもいいですね、ほんとかっこいいですね。で、続きましてガトン、はい、先頭車いきましょう。ちょっとモーターとか、ね、気になりますね。さあさあ、それでね、行きたいと思います。まずね、はい、顔の部分ですが、こんな感じですね。まあ、行き先表示はまあ一緒ですね。はい、こんな感じで特急形成、上のとなってます。この部分はシールです。で、ライトの部分ですが、こちらは、白色になってて、で、さっきの後尾車と比べると、後尾車はグレーでしたね。で、ここのライトの部分のカラーも先頭車と後尾車は違います。で、車体の番号は3001番とね、同じものになってますね。で、デザインね、この顔の部分ですが、まあ、こちらにもね、ブルーと、赤色ですね、こんな感じラインが入ってます。で、側面ですが、はい、横はね、こんな感じですね。まあ、窓のここの穴の開き方は、まあ、後尾車と一緒ですね。ドアの部分がこんな感じで穴開いてまして、ここの部分はね、塗装仕上げです。で、連結部分ですが、はい、こんな感じで、反対側の側面と、はい、こちら側もね、このような作りになっておりまして、で、屋根の部分ですが、はい、こんな感じですね。で、底の部分は、はい、このようになっておりまして、で、まあ、車種はね、まあ、結構古いタイプの車種なんですね。最近あまり見ないタイプですね。で、ここの部分ね、蓋になっているんで、さあ、ではちょっと電池入れましょうか。はい、まずね、この部分ですね、ドライバーでネジ緩めまして、と、で、この部分ね、車輪ごと蓋になっているんで、パカッと外します。で、使用する電池ね、単二電池1本ですね。マイナスをね、進行方向に向けて装着してあげましょう。よいしょと。で、蓋を閉めて、と、で、ネジもね、しっかり閉めておきます。おっとっとっと。これで OK かな。ギュッと。はい、OK ですね。ではでは、動作チェックいきましょう。スピードは1段階のみです。電源オン。うん。いいかな。うん、ちょっと遅いか。電池が、あれ弱いやつかな。ちょっと待ってよ。ちょっと多分ね、これは、ちょっと電池が、あれですね。なくなってる気がする。多分気のせいじゃないはずよ。ちょっと一回電池出します。失礼しました。よいしょ。ちょっと別の電池でいきましょうか。これでちょっと電源入れますね。そうですね、全然音違いましたね。よし、ではこっちでいきましょう。よいしょ、もう一度ね、ネジ締めておきましょう。とギュッと、これで大丈夫かな。どうでしょう。うん、なんかどうだろう、スピード的にどうなんでしょうね。こんなもんかな。なんか若干気になりますね。ごめんなさいね、なんかもすみません。ちょっともう一回だけ変えさせてください。なんででしょう、なんか遅い気がするんでね。もうこれでダメだったらあれでしょうね、もう完全に多分新品なので、これで行ってみましょうか。どうだろうか。あ、どうだろう微妙にまた出力が上がったかもしれないね。とりあえずこれで行きましょうか。何回も申し訳ない。よし、これでどうだと。うん、
これが一番やっぱ早いですね。よかったよかったよかった。まあ、とりあえずね、動作チェック OK です。さあさあ、それではね、こんな感じでね、3両で揃いましたんで、ではね、続いて連結いきましょう。ね、はい、中間車に、ね、オブシャー。はい、OK です。ね、とてもスマートでね、ストレートで安定感のあるかっこいいね、車両になっております。いいですね。とりあえずまあ、僕はもう手に入ってね、今回良かったかなと思います。さあさあ、それではね、続いてね、軽くね、走行の方もね、見ていきましょう。さあさあ、それでね、行きましょうか。で、俺は京成3000型出発進行。いいですね、スムーズな走行音ですね。はい、ということで、今回はですね、新しくね、登場しましたプラレール、まあ、正確にはね、リニューアルされたプラレールになりますが、京成電鉄の3000型、こちらをね、ちょっとね、手に入れることができましたんで、見ていきましたが、さあ、いかがだったでしょうかね。まあ、車両自体はね、ちょっと前のやつと比べることはできなかったんですけども、おそらくまあ、ちょっと僕調べてみた感じ、前に発売されてたね、ものと、まあ、ほぼほぼ多分同じものになってるんじゃないかなと思います。塗装面とかね、こういった表記のところのシールの質感とか、まあ、そういったところをちょっと細かくね、比べることはできないんで、まあ、もしねこの先ね、古い車両をね手に入れることができましたらまたねちょっと比べてはみたいと思うんですけども、まあ何しろね、まあ、こうやってねちょっとこう言ったら12年以上ぶりかなね、こんな感じでまたねちょっと再販されてね手にすることができてちょっと嬉しい限りですね。今回ねちょっと手にすることがねできなかった方も多分たくさんいらっしゃると思います。販売的に限定的で、あとオンラインもねすぐ売り切れちゃったりもしたんで、まあ、今後ねなんかイベントとかでねまたね販売されたらねいいかなと思うんで、まあ、もし気になる方はねちょっとねその辺ねアンテナの方で、ね、ちょっと貼っておいてください。まあおそらく多分全部売り切ってはないとは思うんでね、あくまでも予想ですけども、またね今後ねちょっと手にする機会ね、ちょっと楽しみにね待ちましょう。で他のねちょっと鉄道会社さんもぜひねもうこういったねちょっといきなりまたリニューアルしてね再販とか絶対喜ばれると思いますんで、ぜひねいろいろとねちょっと、ね、出してくれるとね心からね願っております。まあということで、はい、今回はこの辺りにしげたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どうもしますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近のバラエの公式のところでね、そちら限定のねドコマ信じてるんでぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではねごきげんよう、さよなら、バイバイ。